ちは、インドネシア駐在妻のみゆきです。今日は年末に行ったね、バリ島旅行の振り返りの動画を作ってみました。バリ島に行きたいってずっと言ってたんですけど、まあ、結婚15周年っていうところもあって、今回ね年末に行けることになりました。で早く着いたのでこの日朝ごはんをね空港の方で取りました。でも結構席があんまりなくて困りましたけどね、こんな、なんかバーベキューソースのやつ美味しかったです。飛行機はねこちらのやつに乗りました。まあ、格安空港らしいですけどね。でこれがバリに着いてから、これはまあ面白かったことに、なんかバリ島の空港に、ね、迎えに来てくださってる方がいて、でその人が車まで案内してくれて、でこの人たちは連れててくれるのかなと思ったら別の人、運転手さんは別にいて、それだけの間だけのお世話してくれた方がいました。で着いたらこういうねウェルカムフラワー的なやつだったり、もう、ね、手作りの木彫りみたいなやつのココナッツも飲むことができました。まあ、15周年だっていうところで5つ星のホテルを取ってくれたんですけど、ね、1泊10万ぐらいしたらしいです。ですごく本当素敵な雰囲気の場所 で今回久々にね一眼レフで撮った写真も入っております。こんなねいろんな装飾がありました。で着いたらもうお昼過ぎてて、ホテルにあるところでね、ランチを食べました。でちょっとスパイシーでしたかね。これもボロネーゼだったかな。この辺はちょっとねインドネシアの料理だったと思うんですけど、ちょっと辛めでした。でクリスマスの装飾がまだ残っておりました。で、メリアバリっていうホテルだったんですけど、まあ、その敷地内をねうろちょろしてみました。この辺はショート動画でも紹介したかなと思うんですけど、そうアヒルみたいなのがいてね、すごいね可愛かったですね。こちらですね、めちゃ癒されますよね。娘が生まれたのをきっかけに、まあ、一眼レフを持ったんですけど、それからまあカメラ教室に通ったりして、まあ、日本ではね、撮影を赤ちゃんとママの写真を撮ったりしてましたね。ですごいねこの石のやつが結構ちょっと揺れて怖かったですね。でもう歩いたらビーチが見えるんですよ。ですごくねあまり伝わらないかもしれないですけど、とても綺麗でした。ちょっと写真などね動画と混じってますが、すごくね綺麗でしたね。日本の海とはまたちょっと違うような気がしました。日本に住んでた時神戸、晴海区っていうところに住んでたんですけどね、海が近くて、でも神戸の海もね思ったより綺麗でした。でこれいろんなね各国の言葉があるのが観光地っていう感じがしましたね。でこういう所要所にこうお供えみたいのがいっぱいありましたね。でこれがビーチの方の雰囲気ですね。ですごい初めてのバリでしたけど、すごい子供が特に息子が気に入ってましたね。プールが楽しかったみたいです。でプールもやっぱり広くてすごくね泳ぎやすかった。日本のプールとかだったら結構ごちゃごちゃしてる感じがするんですけど、すごくね泳ぎやすかったですね。で1日目はもう着いて、何時だったかな、まあ、昼過ぎ2時半ぐらいですかね、ここのホテルに着いたのは。なので、もうその日はのんびり観光っていうかうろちょろ、これ部屋から見えるね景色なんですよ。めちゃ素敵ですよね。でこんな素敵なキングベッドあったり、ね、シングルのベッドもこんな感じでありました。でコーヒーとかね、ありました。でこれが館内の装飾か、館内の装飾もそのねバリっていう感じがあるものがいっぱいあって、夜もすごくね雰囲気が素敵でした。もう5つ星のホテルなんて次いつ泊まれるか分かんないんでね、すごくねいろんなのを、撮ったりしましたね。でまだクリスマス雰囲気がすごくあって、夜はこうやってね、イルミネーションがとても綺麗でしたね。この日の夜ね何食べたか全然記憶がないんですけど、まあ次の日のね、朝食の様子になります。バイキング、これはホテルのねバイキングで、すごいこうね雰囲気が海外にっていう感じで、そう日本人が少なかったんですよ。そうなので
でインドネシア人も思ったより少ない、どちらかというとオーストラリア人が多いらしいです。でいろんなね、この国の料理もあったし、これ日本の料理ってことですよね。日本の料理があったりとか、インドネシアの料理があったり、まあ、中華系があったり、すごくね、にぎわってました。朝食いろんなあって、もうすごく悩みました。でも一日毎日、バイキングついてましたけど、ちょっとずつメニューが変わってね、その日によって違うので、どれ食べようかなっていう感じでね、毎回すごくね迷っちゃうぐらいいっぱいありました。こういうのはしごれんだったりとか、麺系ですね、中華系の麺、これなん卵とかかな、もうパンとかね、ほんといろんなものがありました。で本当ね、なんかこう癒されましたね。ホテルの雰囲気が良くて、さすが五つ星のホテルっていう感じでしょうか。で日本語対応のスタッフの方もいて、すごくね堪能に話しかけてくれました。でも基本的には英語ですごく話しかけられるので、昔ねハワイに来た時に全然できなかった夫婦だったんですけど、夫婦ともにね英語がだいぶできるようになって、すごくなんか成長を感じました。で、プールでね、次の日は遊びました。で近くにね海があるので海でも遊びました。でボート1時間いくらだったのかな、なんか主人がね借りて遊びました。で、この日はその海の近くの飲食店みたいなところ、すごくこのラーメン美味しかったんですよ。これガドガドだったかな、インドネシアのね伝統的な料理ですね。でフルーツジュースもすごくね、あのフルーツのまんまっていう感じでさ、このハンバーガーが結構美味しかった。なのでホテルよりはすごくねリーズナブルに住みました。ホテルはやっぱりね五つ星ホテルの時にすごく一食が1万円以上はしたんじゃないかな。でこの日は午後から、ツアーみたいなのに行って、これ、亀島、亀タートルアイランドっていうところに向かってます。すごくね、気持ちよかったです。でねすごく、たくさん亀がいて、こういう餌やりとかもできて、子供たちはめっちゃ嬉しそうでしたね。ね亀ちょっと顔出してくれないとね、ちょっとあれなんですけど、まあ可愛かったです。でタートルアイランドってね亀しかいないのかなと思いきや、結構いろんなものがいて写真撮れました。でこれがショートで紹介した鳥さんね、すごい可愛かった。なんか写真撮った後こうやってご褒美のココナッツを食べてるんですね。すごくね嬉しそうで、オウムちゃん、オウム、これオウムだったかな、すごいね可愛かったですね。癒されました。で家族写真もね撮ってくださって、もうね鳥さんと撮るのめっちゃ可愛かったですよ。すごい。で娘はちょっと引いてますっていうか、ビビってますけどねで蛇もね、巻きました、首にね。みんなじゃないですけどね、こんな風にあのセロテープされてるんですけどね、ペロペロされるとドキドキしますよね。ママキスキスとか言われてね、あの担当の方にキスは結構ですっていう感じでしたね。重たい、ずっしりしてました。で鳥さんはめっちゃ可愛かったですね。で、書いてみるとね、おやつタイムにはこんなケーキまでついてきて、これでも結局1日しかね堪能できませんでした。最初ね初日も行けばよかったなって思ったのを覚えています。でこんななんかドリンクメニューとかもあって、美味しそうでしたね。で夜はこの日がニューイヤーの31日か、あのね年越しっていうところで、予約してないとホテル入れません、あのご飯が食べれないって言われて、慌てて、歩いて行けるバリコレクションっていうところに行って、そこのね、バリコレクションって要はショッピングモールだったんですね。でこちらの、ショッピングモールの方でご飯を食べました。でお酒とかもね、カクテルとかもいろいろあって、これはもう普通のコーラですけど、これスプライトだったかな、まあでもねおしゃれにしてくれてましたね。
でもご飯にありつけないんじゃないかとね、すごい心配したんですけど、まあ、バリコレクションがあって本当良かったで、歩いて行きます。でそこでなんかね、日本語が喋れるね、インドネシア人にね、声かけられたりしましたけどね。で娘、長女はね昼食べなかったんでね、またハンバーガーを食べてましたけど、パスタもすごく美味しくて、まあ、何よりこのシーフードめちゃくちゃ美味しかったですね、すごく。でこのハンバーガーもね、子供美味しそうに食べてました。でナッシュ、あ、ご飯ですね、ご飯もすごく美味しかったです。で夜ね、歩いて帰ってきてメリアバリの方までやってきました。夜もやっぱねすごい雰囲気がいいんですよ。なので、続きはまた、次の動画にしたいなと思います。動画がいいねと思ったら、登録といいねボタンをよろしくお願いします。